後悔者は行きたくない、周りの人は溶け込めない、本音語れず愛と笑い、疲れた人生行きたくない、逃げたいけど勇気がない、先が暗くてほんと怖い、追い詰められもう死にたい、それなら生まれた意味などない、視野が狭くなっているだけで道は一つと決めつけちゃって、考え方シンプルです、時間がただあなたを焦らせるだけ、クズとかバカとか笑われたって、最悪な状況になったって、そんな時は腹から叫ぶ、生きてやる畜生今に見とけ、ほら見上げてみりゃ飛べそうな空、悩みなんて消えそう、どうやお前はまだやれそうかい、 Like oh so、 ほら見上げてみりゃ飛べそうな空、悩みなんて消えそう、どうやお前はやれそうか、 Walk it 一本指上げてくれ、一つになっていく、音楽にジャンルなんて関係ないよな、魂の名前やと思ってます、ややライコーゾー、イエーおっちゃんあの人も変な薬やってないから大丈夫やで、 OK、 あっちゃんもありがとうな、ほんまいや、あの日から今日は遠い日、僕はどんな男になれたんでしょうか、日々流れる時間止まらずに生きてる、出会い別れを繰り返す毎日、またあなたが僕を通り抜けてく、愛してくれた人、冷たく接してくれた人、笑って言葉をくれた人、こんな僕を叱ってくれた人、他人じゃ自分を変えれんなんて言うけれど、僕を作ってくれたのは紛れもなくあなたでした、笑って泣いて繰り返して、何年経っても分かんなくて、人と人の間に生きる人間、見た目問わず愛あるなら真剣、最低なんて言われて、それも人生なんて言っちゃって、泣きたかったのは僕の方なのに笑ってる、すれ違う交差点、それぞれにあるライフストーリー、何億通りの物語、主人公はそれぞれ一人、スタートラインは違うこともあったり、生き方も下手くそで行き止まり、たまに他人を傷つけたり、傷ついたりして誰かを癒やしたり、生きてる人が死にたくなる、それは間違った感情じゃないの、でも愛の教えて君、その愛をベイベー大切にしてよ、命気持ちと祈り、すれば形みんな違ってみんないい、十人十色のあなたたち、笑って泣いて繰り返して、何年経っても分かんなくて、人と人の間に生きる人間、見た目問わず愛あるなら真剣、最低なんて言われて、人生なんて言っちゃって、泣きたかったのは僕の方なのに笑ってる、疲れたって頑張って、だけど何をしても嫌われて、消えることも疲れて、笑うのも辛かって、いえ分かったふりをしたって、あなたはあなたなんだって、そう教えてくれたんだ、人と人、心と心、笑って泣いて繰り返して、何年経っても分かんなくて、人と人の間に生きる人間、見た目問わず愛あるなら真剣、最低なんて言われて、それも人生なんて言っちゃって、泣きたかったのは僕の方なのに笑って笑って、いろんな人間関係あるよ、この人とこの人は会えへんとか、あの人嫌いとか、いろんなことあるけど、お互い理解し合えたらええね、仲良くやっていけたらええね、一つなれたらええね、だからワンピース、ありがとうございます。ほんなら俺絶対歌うっていう曲決めてるんですよ、この曲は
大きい箱でもフェスでもちっちゃな店でも絶対歌ってる曲。俺は片親で、おかんがここまで立派に育ててくれた。自分は残りもんばっかり食うくせに、俺にはいいもんばっか食わして、自分はボロボロの靴履いてるくせに、俺にはなんかもうダッサいセンスのない服買ってきてくれたりとか。ああ、愛してるよおかん。いや、気がままバカ息子から歌います。愛ある言葉の歌、気がまま今心から感謝の気持ちを書いたんだよ。ディアママバカ息子から歌います。愛ある言葉の歌、ディアママ今心から感謝の気持ちを。いや、普段は照れくさいから言わないけど、心からあなたに送りたい。強がりな性格似てるみたい。ほらやっぱりあんたの息子みたい。親父と別れ二人の子供を育てる決意した。強いとこも今になって気づいているほどの立派な心に育った男。それでも思春期じゃかけた迷惑泣かせた。散々荒れてた生活、毎晩喧嘩してされるビンタ、痛すぎた心流れる涙。親父の代わりになろうとしてる子供はからず好き勝手してる。俺を見捨てずに向き合ってくれる。今になって言えるよありがとうね。ディアママバカ息子から歌います。愛ある言葉の歌、ディアママ今心から感謝の気持ちを書いたんだよ。ディアママバカ息子から歌います。愛ある言葉の歌、ディアママ今心から俺らにお金の苦労をさせないため、必死で働き休みがない。片親だからってハンデはない。なんて無理して笑うとこも辛い。その背中見てきた今現在、働き出して死ぬ母親偉大。こんな強い女は見たことない。どんな時でも弱いとこ見せない。できないくせにキャッチボールして、仕事なのに授業参観来て、一人で二人を育てるためいろんな仕事いっぱい掛け持ちして、こんな尊敬できる人がいて、俺はその人の息子であって、俺もいつかは親になって注がれた愛情を受け継いでく。ディアママバカ息子から歌います。愛ある言葉の歌、ディアママ今心から、yeah! 感謝の気持ちを書いたんだよ。ディアママバカ息子から歌います。愛ある言葉の、ほな本音言っていいっすか。は来る別れのその日、それまではいっぱい笑ってほしい。楽させたいから俺頑張るし、けどまだまだ売れないろくでなし。たまには愚痴聞くから吐いてほしい。酒飲みながらでも語ってほしい。一番あなたになってほしいのは、いつまでもずっと生きてほしい。ディアママバカ息子から歌います。愛ある言葉の歌、ディアママ今心から感謝の気持ちを。ディアママバカ息子から打ち合わせにないことし、ディアママそう見せ、 Hey baby 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 生まれてきてくれてありがとう。この先何があったって守るから、 Everything gonna be alright 見せ baby baby baby。 全然打ち合わせにないこといっぱいしてくからこれがレゲエのスタイル。そう見せ、 Yeah最高の女、お前綺麗になったなほんま。大丈夫やからちゃんとこの手握って、ラブストーリーもここで終わり。たった一人の人と出会い、これから始まる人生にお前を守れる。 Yeah カーテン何色、タンスどこか、些細なことでも喧嘩したいです。寂しがりなとこも強がりなとこも、甘えたであかんからな今のお前子供。料理上手で聞き上手やけど、掃除洗濯三日坊主、足りないところは補い合い、二人で一人前間違いない。喜怒哀楽しでこの前来てか、お前を泣かせることはしない。寂しくさせて申し訳ないから、歌にしてお前に伝えたい。聞いてくれる大好きじゃありきたりすぎて、愛してるなんかよりももっとこれは深くて、目と目合わすのは照れくさいから、隣で聞いてくれ。俺にとって最高の女、お前綺麗になったらほんま。大丈夫やからちゃんとこの手握って、
ラブストーリーもここで終わり、たった一人の人と出会い、これから始まる、これから、いや Walk this way、 もっと前へ、もっと前へからさ、いつか消えちゃう命なら贅沢に使ったれ心から、 Walk this way、 もっと前へ、もっと前へからさ、一度しかないこの日々を生きよう、生きようか。俺のメッセージいっぱい伝わったって、どんな夜、ありがとうございます。ワンフェイス、ギターとマイクがあればどこでも音楽できる。ああ、ワンフェイス、すごいね、音楽の力。しっかり俺音楽に感謝したいと思う。考え方深いって言われるかな、メンヘラって言われるかな、でもしっかり考えてるんですよありがとう、エンドレスヤーマン。ほんでほんでほんで、昨日夜9時にフォーエバーっていう MV を出しました。うん、いい反応、みんなありがとうございます。拡散ありがとうございます、ほんまに。うん、音楽やっててよかったよ。いや、別れて知る君の大きさ、その分は溢れくる寂しさ、バカな男が言うよフォーエバー、俺からの最後の言葉、疲れて眠るネットの上、そこで思い浮かべる謙虚な夢、隣で眠る君、俺の腕の中見てる夢、それはどんな夢けど、悲しいほどに悲しい話、いくら願ってもいないでそばに、花火のように上がれば終わりで、あっという間離れ離れ二人、もう一度期待して見ていたい時間よ、戻れ神様お願い、いくら願ってもいないでそばで、なんて言葉信じてないけど、今思えばずっとあなたがそばにいれば、この先も二人でと思えた、この声はこの想いはもう届かないことに気づいた、今一人終わるストーリー、消した気持ちだ、笑い合ったし喧嘩し合った、時計の針など気にしなかった、嫌なことだってすぐ忘れた、自分の悩みもちゃんと話せた、いつだって気づくのは最後、知らぬ間にくれていたの愛情、すでに迷子もう見えないようにならない、 iPhone の電話番号、二人離れてしまったけれど、歌にして届けたい思いを無駄にしたくないから、コードにのっけてほら届け、二人離れてしまったけれど、歌にして届けたい思いを無駄にしたくないから、この音に乗っけてほら届け、 Forever なんて言葉信じてないけど、今思えばずっとあなたがこの先も二人でと思えた、この声はこの想いはもう届かないことに気づいた、幸せな日々や生きてる意味を与えてくれた最高の女、失って気づいたものがあるけど、今じゃ取り戻せないもんな、後悔してるからまだ心の中で何度もごめんな、もっと大切にしてりゃよかった、わーなななな、な枯れるまで泣いた思い出と愛は溢れて染まった、時間も止まった、言葉もなかった、二人いなかった、写真の中で笑ったまんま、これでよかったし、これがよかった、距離は離れた、心も壊れた、今さらになってわかった、君の相手は俺じゃなかった、フォーエバーなんて言葉信じてないけど、今思えばずっとあなたがそばにいれば、この先も二人でと思えた、この声はこの想いはもう届かないことに気づいた、今一人終わるストーリー、消した気持ちの君とのメモリー、 Yeah、 One Face、 Yeah、 One Face、レゲミュージック is my life、 俺はこの音で遊んでたい、体に染みつくベースみたい、ネバエバダイ、これしかない、レゲミュージック is my life、 俺はこの音で歌ってたい、体に染みつくベースみたい、ネバエバダイ、 y
yeah, yeah, one face 楽しんでるかみんな今日という日は一回しかないな空には太陽真下で大大の俺は明日もいらないよだって今日が同じようなコピーなら明日なんて呼ばないのだから精一杯今日はステージ上で歌うことをこの場で宣言レゲミュージック is my life 俺はこの音で歌ってたい体に染みつくベースにダイネバエバダイこれしかないレゲミュージック is my life 俺はこの音で歌ってたい体に染みつくベースにダイネバエバダイ、yeah、横のギターはノスタルジックフィルムのマサトのギターに乗っかって歌ってこれは東京なんでもあり音で体よく気持ちよくのらりくらり上りくらり右に左また揺れていけ楽しめるやつは全員手を挙げてくれ楽しもうぜレゲミュージック is my life 俺はこの音で歌ってたい体に染みつくベースにダイネバエバダイこれしかないレゲミュージック is my life 俺はこの音で踊ってたい体に染みつくベースにダイネバエバダイほなバイバイ今までありがとう伝えたい気持ちはある何かともう会うことないだろうほなバイバイほなバイバイ yeah, yeah, バイバイ今までありがとう伝えたい気持ちはある何かとバイ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 出る心地を感じるの俺らにはこれが合ってるのかも船はデンジャラス The way is keep walking with love、yeah. hey. そのまさにそれは超能力みたく君が笑うたび力湧くさらに勇気と元気そしてやる気間違いなく俺は君のジャンキー出会いは突然始まった仲良くなりいつも遊びに出かけた回数が増えるたび速くなる心拍数もう心臓が破裂ちょっとした仕草にすぐコロリ二人歩く夜道月明かり照らす君と香水の香り忘れたくない今この時溢れくる思いをすぐ伝えたいバカみたいに言われても仕方ないこの気持ちは誰にも止められないもう君以外誰も止めない君は太陽だからずっと一緒にいたいよ今夜は君を抱きしめていたいと思えるような恋をしてた君は太陽だからずっとそばにいてたいのこれ10年前ぐらいの曲ですよう歌ったなワンフェイスどうすかこんな始まり方ですけどもお笑い芸人もおるしキッズダンサーもおるしいろんなやつがこれから出てくるいっぱいいっぱい遊んでいきましょう人がいなくなるときはほんまに突然ですから横におる人を大切にして伝えたいことは今日中に会いたい人は今日会いに来て言いたいことはちゃんと言おうだからこそ僕は歌をやってるわけでございますわかるやろいや生きてりゃ辛い時もあって周りがよく見えなくなって自分だけこんな目にあってとかからにこもり人を恨んで何もうまくいかんくなって考え方も悪くなって自分でピリオド打つなってお前のことを思う人もおんねん分かってない変わってない人と人なんて薄っぺらいか何億通りの物語誰だってあるんやぞその悩み陰口叩かれた無視された裏切られた振られた仕事なくした金がなくなったこんなはずじゃなかったでもな泣きたい時は泣いたらええけど夜が明けるまで抱きつかれ逃げたい時は逃げたらええけど生きてりゃいろんなことがある
からこそしっかり伝えたる。これが俺のスタイル、わかるやつは手あげろ。今日もまた生きて生きて、何か残すためクソ大変な人生変えてく。エビデイ笑えるまでの大作戦、死ぬまで生きて生きて、何か起こすまでこれまででも生きてく。自分の道で歩いて進むマイペース。長生きしてみんな遊んでいきましょう。の前の人たちへ、悩み抱えながら生きることを選ぶ者へ。明日終わるかもな、明後日消えるかもな、そんな瀬戸際のメンタルで迎える毎朝。周りと違うと不安になるが、周りと一緒も不満になる。自分勝手な生き方、首の締め方、一人ぼっちになった今の背中半端もっと書いた。馴染めない世の中、息もできんものやな。生まれながらきっと弱者、嘘もつくし逃げもする。逃げた先に道を作る、その代わり敵もつける。傷だらけなっても後ろ指刺される。時間経てば大人なるし、自由ならばすぐそこ。そんな言葉信じながらすり減らした靴底。音が救いくれたものは輝いた希望。照らされた分でかくなった影は絶望。あいつ買ったマイホーム、お前それで大丈夫。言われた言葉がずっと響いてる。いつになったら売れる、いつになったら食える。横におった女さえも愛想つかし振られる。あんたいつまで続けんの。実家のおかもさすがに心配してね。この年になどさ、夢を追う日々は素晴らしいさ。でも現実は食もつかん、ただのフリーター。年を取った自分想像して震える。あの頃はトップ有名語るおっちゃんを眺める。自分を信じると書いて自信の二文字。疑い始めた自分に言わはびれない。夢を追いかけるってことはほんまに難しいことで、めちゃくちゃエネルギーがいることで、僕は一度やめてもうたんすよ、音楽。こんなんじゃ食われへん思って真面目にしようと思って、夢から覚めた、安定も止めた。重い腰をやっと上げて向かう先はハロワ。学歴も資格も何もない俺に、選べるほどの職なんてないもんな。すでにやっと着いた職に必死こいて働き、5時に起きて9時に寝る、早寝早起き。職場のおっちゃんが言ってきたある日、兄ちゃん夢とかないんか。歌いてやってました。それはすでに過去形の言葉、言った自分にめっちゃ腹立った。情けないや恥ずかしいの感情じゃなくて、悔しくて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 悔しいのはきっとまだ諦めてないから。終わったって言うけど始まってすらないから。全部知ってた、全部分かってた。現実に打ちのめされ白旗を振ってた。死んだように生きることを選ぶことが人生。夢に破れ平凡に暮らすものが人間。あの日ロープ握りしめた手にはペン、解体書は寝かで死んだ俺の最後記憶の断片。なりたかった大人になれなかった自分に、鏡に映る俺の顔は歌う前と同じ。あの人の期待、自分の夢、捨てた道端置きっぱなしなってた。誰かが俺の夢を叶える前に、誰かが俺の道を歩く前に、取りに帰ろう、ゆっくりでいいから取りに帰ろう。だから歌うね、ずっと。憧れのアーティストと肩並べれば、俺のアルバムがオリコンに入れば、テレビラジオ大舞台、全国にも呼ばれたい。実家のおかんも安心させたい。家を買ったあいつも、付き合ってた元カノも、俺とおった過去を自慢できるようにしたりたい。何より自分否定することはしたくない。ああだこうだ言われたって問題ない。遠回りしたって足踏みしたって、最後に目的地が全部正解になるから。何か始めれば絶対痛みはつきもの。それを前もって受け入れるのが覚悟というもの。あの頃マイク握り出して歌った気持ち、絶対に忘れたくない。だってワンフェス目の前にこれだけの人がおる。俺を見てくれてる、歌やっててよかった、ほんまにありがとう。いやジーカマンでした。どっかでまた会えたらしっかりチェックしてください。メッセージバッチリ伝えたんで、こんなやつですけども、よかったら Twitter、インスタ、YouTube チェックしてください。ありがとうございました。Thank you.
踊り体を心に裸に
We'll be right back.
all I need. Time goes on. Dancing on the floor. Time goes on. Dancing on the floor. Time goes on. Dancing on the floor. Shake your body.紹介させていただきます。2010年8月8日踊り続ける永遠の絆を意味を込めたエンドレスを結成、ダンスパフォーマンスとして最もアクロバティックなブレイクダンスを武器にストリートダンサーとして自分たちのスタイルを表現するということで、ここまで言ったらもう説明はいらんでしょ。僕の前目読んでもいいでしょうか。 OK、 いっとこう。エンドレスステップオー。
こんにちは、エンドレスでーす。エンドレスでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。踊った後すぐ喋るのマジきつくて。きついっす。めっちゃきつい。毎回こんな感じぜいぜい喋らせてもらうんですけど、音楽続きで、僕たちの番来て、まあ今ガバゴーイのね、すごいかっこよかった、キッズダンサーのみんな踊ってくれてから、はい、最後僕ら、鳥っていうことでね、ダンスやらせていただくんですけども、まあ夕方になってきて、照明もいい感じに入ってきたんで、いい感じです。僕らのダンス、今度はね、耳じゃなくて、目で見て楽しんでってください。はい。Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Get ready, go. Get ready.
tight camera zoom on the impending doom. But then like boom, black ships fill the room up with the quickest talk with the witnesses. Hypnotizer, normalizer, vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, I mean, but see the noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless, semi-fees, freezing up all the flag. Yes, it's for men in black, and します。サイドです。イエーイ。ちなみに、イエーイ。ちなみに、後ろの方も。ちなみに、あ、ダブル山本です。そうです。兄弟じゃないですか。どうも。違います。で、私の方が年上です。はい、どうも。年下、まあ1個しか違わないんですけどね。
そう、一個下なんです、私の。私27なの26です。はちなみに8月14日です。は8月14日です。何が僕の誕生日、僕の誕生日が。あ、私1月31日8月14日ですプレゼント募集してますということで、ですね、ちょっと長くなっちゃってきないので次、紹介していきたいと思いますが、次はですね、エンドレスがプロデュースするドットワンスタジオ、シンシルの方でですね、スタジオを開講してるんですけれども、そのドットワンスタジオと豊橋の方でジャイアンマガっていうスタジオもやってるんですけど、そちらの方からですね、生徒からオーディションを受けさせて選抜メンバーで組まれたアップセットっていうエンドレスプロデュースのですね、キッズダンサーが今日来てくれました、はい。踊ってくれたんだけど、キッズのにあんなにキレキレ踊れるなんてすごいですね。バリバリ動いてます。で、自分たちもブレイクダンス、体を使ったダンスとかやるんですけど、よく聞かれるのが筋トレとかしてるんですかって聞かれるんですけど、ほとんど自分はやってません。健坊はどうですか？はい、僕エンドレス健坊です。僕もありがとうございます。健坊、僕あんまり筋トレやらないんですけど、結構ブレイクダンスっていうジャンルで僕らやらせてもらってるんですけど、体使う動きが結構多くて、もう動き自体が筋トレみたいな感じになってて、ダンスに必要な筋肉っていうのが
練習する中でついてって、筋肉は見せないですけど。
ゴリゴリに踊ってもらいました。もう一度改めて大きな拍手をお願いします。改めましてエンドレスと名をされてますゆうきって言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。MC やらせてもらってちょっと緊張してるんですけど、ありがとう。最後の最後まで楽しんでやっていきたいと思います。それでは最後のショーケースぶっ壊していきましょう。ほんまにありがとうございます。ここでゆうしくん喋りましょう、一緒に。はい、どうもありがとうございます。エンドレスの、リーダーやってるゆうしです。ちょっとごめんなさい、めっちゃ踊った後いきなり喋るのほんときつくて。まあ定めですから、全然このトーンで頑張っていきたいと思いますけど、はい、ほんと、まあ、今ので僕たちがもう最後ラストだったんですけど、本当に今日集まってくれた皆さんには本当に感謝しています。こういった本当に、ダンスでも、まあ、ラップでもそうですし、いろんな人の前でパフォーマンスをするっていう立場にある人たちというのは、本当にこういうお客さんがいてくれるからこそ成り立っているものが本当全てでして、なんで、僕たちも今チーカマンもステージの上からお客さんを見て、きっと皆さんの顔をできる限り覚えようと、あの人また来てくれてるなとかって言って、まあ、感謝の気持ちいっぱいあるでしょうし、僕も本当に皆さんには感謝をしています。はい、チーカマンも今日ね朝から本当に頑張ってくれて、トップバッターあったもんでね、昼間からね。そうですね、ちょっとまだお客さんの足がちょっとね、足数が少ない感じで、はい、ちょっと寂しかったけどね、全然楽しかったですよ、まあ、はい、本当によかったです。ありがとうございます。で、一応なんですけど、このワンフェスですね、実行委員会っていうのを組んでまして、僕が一応仮ですよ皆さん、仮で実行委員長をやらせてもらいました。なんでこの、ステージの、こういった形だとか、そういうのもいろいろみんなで考えて、成り立っているイベントです。で、チーカマンもすごい東三河で頑張っているアーティストってことで、僕たちもチーカマンぜひやってほしいと思って、キャスティングさせていただいたんですけど、これからもですね、これ1年目なんですけど、できればですよ、2年目3年目って続けてって、もっといろんなアーティストを呼び込んで、もっともっと大きなフェスっていう形を理想としてやっていこうと思ってますんで。でですね、
ごめんよ、長くなって。大丈夫です。これ癖やん、俺の。全然大丈夫。で、私事ですが、エンドレス、本当に珍しいダンスパフォーマンスチームとして、こういったステージにいろいろ立たせてもらってます。やっぱ歌い手さんとか、そういった方は結構ステージに立つ機会が多いと思うんですけど、ダンサーっていうと、やっぱこうグループの中の、連続で出る中の一チームとかなったりするんですけど、僕たちはまあ一応アーティストとして活動しています。で、本当ありがたいことにですね、明日ですよ、明日、名古屋の、ポートメッセ名古屋の方で、テレビ愛知主催のマンモスフリーマーケット Z っていう、イベントに、ボーイメンとかみんなわかります？ボーイズ&メン、ボーイズ&メンのなんか一派グループだとか、祭りナインっていうそのボーイメングループの弟分みたいな人とか、いろんなメジャーアーティストが、出演するステージの中で、僕たちもなんと東三河からダンサーとして唯一キャスティングを、してもらいました。なので明日ね、もし暇なかった小学生以下は無料だそうです。マンモスフリーマーケット Z っていうのがすごいでっかいフリマなんで、絶対楽しめると思うんで、僕たちも正直場所はっきり分かってないんですけど、まだ明日急いで行って場所確認してフリマ楽しみながらステージも頑張りたいと思ってます。なんで東三河代表してですね、頑張ってきますので、どっか、遠くから応援していてください。はい、なんかあって何でしまいましたがごめんね本当はい、はい、じゃあこんな感じで、こんな感じで、はい、はい、来年も皆さんまた会いましょう。ほんまにありがとうございました、はい、本当ありがとうございました。ありがとうございます。この後ね、花火あるんで、もし花火見られる方はあっちから上がるそうです。海の向こうから船とか用意してたんで、バンバン上がると思うので、花火も楽しんでってください。敵屋もまだどんどん出てるんで、はい、本当に皆さんありがとうございました。じゃあそれぞれ解散みたいになっちゃいますね。ありがとうございました。エンドレスでした。ありがとうございます。